イギリスです。みんな古いんです。聞いたの、これで。やばい、15分しかない。いや、大丈夫です。 No problem。 なんだろう、アメリカ英語でめっちゃデタラメだなと思うのが、はい、That's it を、はい、ダーワンって言うじゃないですか。ダーワン、ほら、はい、あの、はい、No problem って言わなくて、大体みんな No だろうって言うじゃないですか。あ、はいはい、ダセで発音してんなみたいな。ダセ本当にダセみたいな、なんだろうなんて。ダーワンとかさ、なんか本当に、おい、それ英語の発音ちゃうやろうと思うのが発音になってますからね。びっくりする。ウォーターのわら。わら。わら。あの、たまたま僕のあの、まあ、担当してる店によく来てくれた人で、日系二世のあの、コートであの、集約やってる人がいるんですね、おじいちゃんが。80いくつなんですけど、その人はいつもあの、ヒロさん、ヒロさん、ヒロさん、マクドナルドは通用しないから、マクターナルドだから、マクターナルドってしつこく言われましたね。確かに、あ、はい。確かに、マックの発音、難しいですよね。いやー。違いますよね。日本と。それに加えて、いつも言うことが、あの、こっちいいのかな、こっちいいのかな。合ってますか。このアイスクリームうまそうだな。お前がその話をした後に、その人が必ず言うのが、うちの息子ね、今ニューヨークにいるんだよって言うんで、え、何やってるんですかって言ったら、ニューヨークしてるよ。なんだそれ。ギャグ古い。古い。古いんだ、だって90近いから。でも一応コートの、 あの通訳やってるから、あの日系人の。ああ、マクドナルドはね、ヒロさん、マクダーナルドって言わなきゃ通用しないから。で、必ずその後に言うのが、うちの娘ね、ニューヨークで働いてんだよ。そうですか。何やってると思う。あ、これニューヨークしてるんだよ。メルロース、モーガン。おー、あ、はい。はい。あ、This is here. これです、これです。Here. あ、中身入ってる。なんで Why? いや、これただの多分。膨らましてるだけですか。膨らまし？あ、本当だ。たくさん入ってる。1個いくらないかな。あ、そんないっぱい。はい。Hello. How much is it here? £10. £10. Three? It's just £10 each. £10. So £30. £30. Just a moment. Yeah. £30 って言いました。え、10パン、10パン、じゃあ僕が3つ買うから、あの、30パン。30 pounds and a free loaf of bread. You can take the bread if you want. Take bread? Mm-hmm. ありがとうございます。Very good. Anything else? Yes. Yeah. Okay? Okay. Receipt? Yes, please. Thank you. No problem.Do you want a bag for the bag? Yes. Bag is a very famous, famous bag. Yes, I know. It's in Japan, isn't it? はい。すごい人気あります。そうだ。そうだ、約束したんだ。Ah, yeah, this one, yeah. Yeah, take it. Take it. Yes, thank you. You're welcome. ありがとう。ありがとう。Nice girl. Nice girl. ありがとうございます。Thank you. Thank you. Bye bye. いや、パンくれたの？パンくれたの？すごい、ナイスガール。
なんで決めるの早いですね。だってこれを買いに来たんでしょ。いやけどさ、いろんなあれがあるんですよ。あ、そうなんだ。種類が言いませんでしたっけ。そういうやつだから大丈夫、気にしないで。